はようございます。チーだった申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。僕の特技を一つ紹介します。夢を見ます。夢のね、内容とかその日見たやつは全部覚えてます。はい、今日はね、なんか呪いのね、あの骨からね、人形になって、その人形がね、あの、リズム天国をして、そのリズム天国をクリアしないと、あの、出られないという夢を見て、ね、あの、そのリズム、その、まだ話するんですけど、その、リズム天国の、その幽霊が結局全クリアしても、最終的にもう一つ、はい、今回はですね、まあ、何回か動画には出てるんですけど、もうとにかくこいつが強いの。レジェンドチームの一つ紹介なんですけど、マジでこいつは強いっす。本当に、もうマジで強い。魔王わかりますか、ムードね、あのみんなで激闘の時に大活躍したね、魔王ムード最強です。最強のレジェンド魔王ってみんなにはもう言われてます。ムードが強いのにキイサキピエロいるんだから、はい、でかいなムードなね、ボスの時は一体系で登場してたんですけど、ムードっていうのはこのレジェンド魔王で使うとね、あのムードの横にね、優秀な男キイサキピエロがいるんですよ。はい、まあもちろんスペシャルカードとかは使用禁止なんでね、その分ね、まあ短所もあるんですけど、それでもね、個人的に友人間でもやっぱ言われてるように最強です、こいつは。もうマジで強い。ね、切り裂きのデインね、これ安定した雷呪文、普通に雷呪文使われたけど強いです。ほら、もうこんなんだもん、はい。キイサキピエロって結構優秀で、状態上対戦もかなり優秀で、まあ、打撃耐性こそないんですけど、多分大体の打撃が、その一番身の回り低いのが、無道なんですよ。キイサキピエロより無道の方が狙われやすくって、その無道も回避率が高いんですよ。さあ、この悪夢が強いんだ、ほんとな。爆発属性のね、状態上技です。はい、156出てますね、1匹ね。そしてね、ラリフォーマ効果。そしてね、これ、ラリフォーマです。全体にラリフォーマがかけれる爆発属性の攻撃です。強いに決まってんじゃん、こんなの。ぶっ壊れですよ、ぶっ壊れ。うん。基本的にラリフォーマって呪文で1体にしかできないっていう技なんですけど、おっと、道崎くん。それが全体にできるってだけでももうめちゃくちゃ強いわな。しかもさ、状態上技って基本的になんか威力低いイメージあるじゃないですか。高いんですよ。156出てるしな。そして無道といえばもう一つメラゾーマ、これがあります。287から繰り出せるメラゾーマ合体呪文ですよ、この。うん、これがある以上もう負けませんよ。はい、せーの。はい、ドン、もう強い。ちょ、待ってくれよ。めちゃくちゃ強いじゃねえか、ほんとな、これも。それはもうみんなに激闘で使われるわ。うん。裏でも使ってるから、はい、ひょっと避ける。無道も結構避けるしね。そうやんな、これ。切り裂きピエロが優秀なんですよ、まあ。このデインが。デインが使えるってだけでもう優秀です。はい、もうドン。もう、はははははってレベルですよ。もうこの夢を見せる大魔王強すぎますわな、少しね。うん。ちょっと強すぎかなって印象を僕受けます。もうこれレジェンド大魔王、こいつはマジでね強いわ。うん、叩きつける。まあ打撃に耐性がないんで、竜王たちに比べると打たれ弱いかな。ここまでは順調だ。あのキースドラゴン、ダンスドラゴン、竜王っていうチームあったじゃないですか、過去に。打撃耐性はやっぱないんで、召喚ガイドっていう部分はあるんですけど、まあギアサッシュでしょ、うん、知ってる。それでもね、あ、ただね、唯一このチーム弱点を言うってすれば、会心が出ない。全員会心判定の技は存在しないんで、勇気の早く貯めるとか、逆転っていうのは無理かもしれないですね。ただな、このチームに逆転する必要性を感じないですよ。4300。それにね、呪文を全員使えるっていうのは、もう2点ですわ。もう終わりですよ。メラゾーマ行きますよ。はい、もう終わり。せーの。はい、はい、ほう、はい、終わり。お疲れ。うーわ。もう強い。はい、というわけでですね、無道の上司といえば、上司っていうのも、まあ、無道がね、6に出てるんで、6の大魔王とも戦ってみようと思います。はい。ね、悪夢というね、悪夢を見せる魔王 VS ね、幻魔王、幻の魔王ですよ。ね。幻の大地をね、求めた大魔王デスタムーマー、まさにね、夢を見せる大魔王ムードーですよ。個人的にムードーの方が印象強いんだよな、ロクってな。さあ、幻魔王に対峙するね、悪夢の魔王。
いや、どうなんだろう。でもこれ、魔王の仕様として向こうの勇気はたまらないです。基本的に魔物使いと同じ扱いみたいな感じなんで、向こうの勇気はたまらないです。で、つばぜり合いもできないです。はい、ただつばぜり合いも乱入でかけられることがあるっていう感じですね。はい、皆さんもどう、強もう一人でさ460出た時点でもう強いわな、こんなんな。そう、飛んじゃった。はい、デイン、はい、ドーン、うぃー。ねえ、お供の金崎ピエロがもう、これなんだ、ボイコットか、これな。ボイコットですよ、これ。ただ、会心が出ないってことは、勇気の早ためはできないです。会心を出して、勇気を早く貯めるっていうのはできないから、魔王戦はどうなんだろうね。そう、魔王戦こそ本当に逆転がどっかで欲しいんですけど、安定した戦いができるけど、逆転は難しいからね。悪夢も効くんかな。爆発属性の技だからね、普通に強いんだよな。特技、技のバランスがいい。何より。ね。レインでどんどん当てていく。めっちゃ強いな。切り裂きピエロ強すぎだろ。こんな強キャラをさ、ただでさえ強い武道の横に置いてんだよ。ねえ、これ強キャラだよ、切り裂きピエロで、ね、2体ともな。うん。それをこんな強い武道の隣に置いてたら、それ強いに決まってんだよな。うん、もうね、デスタームーアに悪夢を見せる。はい。強い強いなぁ。ねえ、デスタムアさん、どうですか、めっちゃ強いっすよ、こいつ。めっちゃ痛いですよ、ね。めっちゃ痛いんですけど、ちょっとあなた。痛いんですけど。だいたい4ターンかかるかな、どうしてもな。どうしても、魔王、まあ、通常的に貯めるっていうのになると、4ターンかかるかなと。会心とかが発生するとね、3ターンに貯めたりもできるんですけど、だいたい4ターンかかるかな、魔王は絶対。いや、もうでも本当に強いなぁ。ペンジモン、メラゾーマ、エイショー。メラゾーマを使う魔王って多いよな、大魔王を含めると。いや、強いな、本当に。何これ、反逆、反逆ですか、これね。もう完全にもう反逆ですよ、ここまで行くと。現場剣。うわ、これが嫌だな、混乱だもんな。スコアタと違ってね、混乱なんですよ、これはね。はい、絶望状態も付与しません。全員食らっていく。ダイ、あ、まあしょうがないね。ここの混乱はもう仕方ない。ここの混乱は仕方ない。でも HP もう互角まで並んだね。いいよいいよ。でも武道強えな。まあ原作でも強かったしな。どっちかというと武道の方がなんか強敵感もあったな。なんか5のゲマとかと同じでさ、宿敵的なね。でも強い強い。ガンガン警察兵を電位落としてね。それ強い強い、もう1000、ほら、もう4000くらい削ってますからね。もういてはされちゃう。ここにいてはをされちゃう、なんと。あらあら。これね、こういう高校いてつかね、もうプレイヤーだろうが魔王だろうがね、本当に嫌なもんですよ。でワンチャンこれね、戦局を見ると削り切れる的なもありますね。仮に現場剣を受けたら、とどめ打てるし、イテスカードをされても多分これ、デインとメラゾーマの連打で勝ちですよ、多分。まあ、負け筋現場剣全員混乱ぐらいかな。あ、勝ちですね、うん、勝ちです。あ、お疲れ様です。はい、本当にね。ナスタムはもうお疲れ様です、本当にね。はい。もうね、武道が強すぎただけですよ。あの、武道が強すぎるんですよ。はい、デスタムは。デスタムは持ち込むことないよ。うん、あの、僕が強すぎたんだよ。うん。これ、ね、強いに決まってんじゃん。カインジモン。メラゾーマ、エイショウ。強いよ、ほんと。もうこんな思いを、ポン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 なんですよ。ほら、もう、削り切れるもん、実際問題な。はい、じゃあ、とどめです。はーい。いや、強すぎでしょ。さあ、武道が呼ぶのは、ね、もちろんお分かりの通り、はい、武道がね、ちょっと小アッパみたいに出てきますけど、デスタムーは、召喚とどめるデスタムラマ最終形態ですよ。行くぜイオグランテ、スコアタレズ、みんなも絶望に落ちろ。はい。いやー、もうパンパンパンとですよ、本当にもうね、もういい夢見ろよ、グッドナイト。おやすみなさい。
いや、赤目はきついかな。いや、赤目きついかな。いや、赤目はね、ダブルテイルあるっしょ、確かこいつって。もうね、武道のやり方に本気出してきたわ。いや、武道のね、この反逆っぷりについね、上司お怒りですよ。この怒りを沈められるかどうかわかりませんけど、ダブルテイルがね、本当にきついな。打撃体制ねえからな。回避率がね、生きるといいんですけどね。金崎くんも武道もね、回避率が10ぐらいあるんで、まあ、それで避ける。いやー、電気効かなくなっちゃったじゃん。電気効かなくなっちゃったよ、この前。こうなるともうきつい。もうきつい。もうきつい。キリサキベロなんてデインしか打たねえんだから。待って、キリサキベロってもうその性質上デインしか打たねえんだと思うよ。避けろ。わあ、全力で食らってんじゃねえか。どうしてくれんだ。あー、めっちゃ無駄。結構くらい。線は持ってかれんのか。メラゾーマ、えいしょ。どうだ、ムドウ、お前が行け。ムドウが行くしかない、これ。どうだろう。お、510、ブーン。めっちゃ510ですよ、510。強い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 。一人で取り返してる。見とれてしまうほどの攻撃。鮮やかな攻撃。ね、これが、ね、スパークゲイザーラッシュってやつですね。はい。あ、まあ、こっちの方が出るか、さすがに。まあ、本来、切り裂きピエロっていうのは、デインしか使わないですね。まあ、まあ、その、鮮やかな剣技が若干かっこいいだけの技みたいになってるから、実際問題は本当にデインしか打たないです。賢さの方が高いしね。あ、嫌な予感がするな、おい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 、大丈夫か、おい。避けろ！誰か避けろ！うわ、うわ、うわ、うわ！ちょっと待って、きつ！ちょっときつないか？さすがにきつないかい？レス様の攻撃力が高すぎるな、これ。さすがにちょっとこう、これ。若干ちょっと敵が強すぎた感が。あ、ここに避けられる？それ結構響くよ。それ結構響くよ。とどめ、剣なめ削り切れんのかいこれ。いてはか、ラッキーやね。これはラッキー。かなりラッキー。え、どうだ？削り切れんのかな？なんか無理そうな気がすんな。なんか無理そうな気配するけど。武道がいくら強かろうがさ、配信が出ねえからな、この技は。4300で。そうやな。無理やわ。削りきれんわ。次のターンに削りきるのは無理だ。うん。一瞬で刺した。計算上無理だ。ワンチャンいけるかぐらいやけど、無理やな。そう、こういうことですよ。開始が出ないっていうデメリット、ここですよ。はい。開始出ないですからね、このパーティー。期待値がないんですよ。あとはまあ、メタル系はなんとかなんだよな、でも。悪もあるし。メタル系はなんとかなるんですけどね、悪もあれば。うわぁ、現場剣来たにみー。避けろ！避けろ！ちょい！あー回避率どこ行った、お前ら。お前ら回避率どこ行った。いい、きつー。これで3600ぐらいでしょ？無理だな、ギリ無理だな。これで3600まで削ったところでさ、溜めない方がいいな。うん、無理だ。いや、次のターンにかかったぞ、すべて。次のターンにかかりましたら倒せるかどうかがね。うん。さあ、このターンにね、向こう向こう耐えなくちゃいけません。期待値的には耐えれるかもしれませんね。うん、あくまで寝させればね。ちょっと待ってください。大魔王にラリフォーマー聞いたらびっくりするわ。でもラリフォーマーだからな。ワンチャン結構もね。今までメラゾーマに越しててよかったわと、今は私本当に思いました。はい。まあ、確定命中のデイン取って、これどうだろう、次の攻撃を耐えるしかなくなったんじゃねえか。1100。微妙なところですよ、耐えるラインとしては。なんだい、上司のお情けというやつかい。何をしてるんだい、君は。何をしてるんだ、君は。勝ちだぞ。いや、遅い。バイキル使う、遅い。何、新しい名言生まなきゃいけないんですか。強いとか弱いとか言ってましたけど、遅いって言わなくちゃいけないんですか。はい、あなたにもね、裁きを受けてもらいましょう。はい。
赤目でスタムーンは。はい。スキャバトル見ますよ。意欲なんてね、7000を出す化け物ですからね。はい、イオグランテ、さよならでーす。勝ったよ。ダブルデール来なかったのがでかかったかな。全受けしたけどな。デスタムはごめんね。おやすみなさい。はい、というわけで今回はね、あの何回か話題に出しているムドを実際に使いました。もう強いな。もう強いに決まってんだけどさ、もう夢と言ったらこの人でしょってなって。いやもう本当にね、ムドはマジで強い。乱入対戦でも泣きを見たことはもう多いんじゃないかな。ちなみに対戦の方はですね、無理です。これもね、安定して勝つ手法ほぼないです。なのでね、まあ今はないけど、もし乱入対戦使ったらもう諦めるんですよ。というわけで今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。